さあ皆さんこんにちは、井上正弘です。ということでですね、ピンクの特撮作るシリーズ再開します。ってことでね、ピンクの特撮作るシリーズってね、何かと言いますと、まあ、センティカ F8ABA6 ジサリスというプロジェクトを YouTube で追ってきながら、まあ、作っていくみたいな感じのプロジェクトで、まあ、ピンクの特撮作るからこう徐々にできていったのが、センティカ F8ABA6 ジサリスという、まあ、ドラマが、特撮ドラマがね、作ることができたんですけれども、現在ジサリスシーズン2を制作しております。で、撮影とかも、まあ、ほとんど終えることができたので、まあ、これからね、撮影してる、まあ、そのロケ先とかじゃなくて、まあ、その裏側、その、まあ、作ってる制作過程とか、そっちの方をねフォーカスした、またピンクの特撮作るプロジェクトをね、やっていこうかなということで、ピンクの特撮作るプロジェクト2、まあ、別にさ、ジサリス2を作るプロジェクトでもいいんだけど、まあ、なんかねそこはね、ピンクの特撮作るプロジェクトということで、やっていけたらいいなというふうに思います。で、一番最初その皆さんにお届けしたいはずだったこのピンクの特撮作るプロジェクト2の1話は、まあ、主題歌からいこうと思っていたんですけれども、この最初にちょっと、まあ、少し複雑な話をしなきゃいけないなっていうので、今日はお話しさせていただけたらなというふうに思っております。まあ、ちょっと携帯見ながら話しますね。まあ、まずですね、主題歌なんですけど、まあ、結論から話しますと、その幽閉サテライトというグループに、まあ、ワンツーやってもらうっていうことだったんですが、まあ、正式に辞退するというお話が来ました。で、これなんで辞退することになったのかっていうところで、まずお話ししていけたらいいなというふうに思ってます。まあ、大きな理由が、まず徳島町遊びっていう、まあ、5月にあったイベントがあったんですけれども、まあ、そこでその幽閉サテライトに、まあ、僕らのイベントにも出てもらうという予定で、さ、当日リハーサルまでやったんですけれども、その幽閉サテライト内の一部のメンバーがその、まあ、ドタキャンしまして、まあ、リハーサルまでしたんですけど、で、まあ、揉めまして、で、まあ、当日本番、まあ、出ないということで、ミニライブを予定してたんですけれども、まあ、それもできないという状態になりました。まあ、当然、まあ、その後、ジサリスチームとして、まあ、講義を続けてきたんですけれども、まあ、結果的にですね、まあ、残念なことに、その弁護士さん経由でメンバーに連絡したんですが、まあ、全て無視されたということで、まあ、結果としてですね、まあ、その後のプロモーション活動、海外イベント僕は今年かなり行っていたんですが、まあ、そこの海外イベントにも当然その主題歌チームもついてきてもらって、歌を歌ってもらって、プロモーション協力してもらうっていう流れで組んでいたんですけれども、まあ、全てその辺をキャンセルすることになって、まあ、僕単独のイベントになったりとかっていうところもあったりしました。まあ、結果としてですね、まあ、その後の海外プロモーションにかなり影響したということで、その幽閉サテライト代表の佐賀飛鳥氏より、センティカ F8ABA6 ジサリス宣伝チームに、その幽閉サテライトを辞退させてくださいという連絡が、まあ、来たということです。まあ、結論としてシーズン2に関して、その現状をもう制作が進んでしまってて、曲も決まってたんですよ。で、それを元に CG とか絵とかも全部作っている状態になってしまっているので、まあ、作り直しになると、まあ9月から作ってきて、まあ大体にもう3ヶ月ぐらい、オープニングだけでの工数でいうと2ヶ月半ぐらい作ってるんですけども、それ作り直しってなると結構大変だぞと、まあどうしてくれるんだぞという状況に今なってます。ただ辞退ということでも、もう進んでしまっているものなので、まあ、非常に困惑しております。はい、まあちょっとどうするかはちょっと本当に考えていこうかなというところで、今日本当は現状までできた状態ですっていうので音付きで、でまた
CG もできてるところできてないところあるんで、まあ、それをこう公開できたらなというふうに思ってたんですが、まあ、どこまで公開していいのかなっていうのでちょっと悩みに悩んだ結果、まあ、現状できてる映像部分を皆さんに見ていただけたらなというふうに思っております。で今後その、まあ、どういった話になっていくのかちょっと分かんないんですけれども、まあ、その幽閉サテライトさんが、まあ、ちょっとその一部のメンバーがまあどうなるのかとか、その新生幽閉サテライトになるのかとか、まあ、今後どうお付き合いしていくのかも含めて話していきつつ、新しい曲にするのかとか既存の曲にするのかとか、そういったものも含めていろいろ検討していけたらいいなというふうに思っております。なので本当仮の仮で仮の仮の仮の超仮の段階の状態なんですけれども、ピンクの特撮作るシーズン2の1回目は現状できてるオープニングを皆さんに見てもらえたらいいなというふうに思っております。これが公開に合わせてどんな感じになっていくのか楽しみにしていただければなと思います。それではオープニング、恥ずかしながらの進捗です。いろいろありますね。どうぞ。